はい、さてここからですね、今日のそのラグランジュの未定乗数法の意味について少し、解説していきたいと思います。で、今見ましたように、ラムダの意味を、同質っていう言葉がちょっと適当かわかんないですけど、少なくともラムダの意味をちょっと解説してみたいと思います。で、今見てきたように、そのラグランジュの未定乗数法ではですね、因数定理を使って、その制約条件、この GXY によって定まるその因関数を使ってですね、使って目的関数 FXY を一変数関数と見て、で、その一変数関数が極値を持つとどういうことが成り立ちますということを議論してたわけです。ここまでまずいいですかね。で、そこで、もう少し一般化してですね、この制約条件 GXY イコール0を満たすような点をですね、パラメータを使って、XT、YT という形で表しましょうと。例えば、皆さんこの形の表す曲線でよく知っているのは円ですよね。円っていうのは x2 乗、例えば、原点を中心にして半径を1にする円は x2 乗プラス y2 乗マイナス1イコール0の0点になりますけれども、その0点っていうのは三角関数を使うと x 座標をコサインシータ y イコールサインシータというふうに、x イコールコサイン t とか y イコールサイン t というふうに、t と何か別な関数を使って表すことができると、そういうことを考えようというわけです。先ほどの、実は先ほどのですね、この話、因関数も実はその中に含めることができて、この場合だと、この xt を例えば t と置いて、yt をこの φ の t とかっていうふうに置けば、先ほどラグランジュの未定乗数の定理やったその因関数の、形もこの xtyt という形で表せるということが分かるかと思います。で、gxy イコール0を満たす点を、こうやって表せたとして、そうすると今度はその目的関数ですね、この fxy の x と y に、この xtyt を代入しますと、これが ft っていう、t の、一変数関数でこう表すことになります。で、この時にその先ほどの、ラグランジュの未定乗数法に一緒にやりました、この fxy が gxy イコール0の下で、この xy イコール ab によって極値を持つっていうことを、この、パラメータを使った関数で言い換えると、この ft が、t イコール t0 ですね。ただしこれ、xt0 がこう a、それは y 座標がこう b というふうに値を与えるような t0 ということで、xt イコール t0 において、極値を持つということができまして、で、これは、これ f は t の一変数関数ですから、ここで極値を持つということは、f の t1 回微分の、t0 における値は、0に等しいですよということが言えるわけです。まず、こういうちょっとフォーミュレーションをしてみます。で、そこでですね、この ft っていうのをですね、合成関数の微分を用いて、直接こう微分していくとですね、f' プライム t ですね、f' プライム t っていうのは、まず f の x による変動関数に、x の t による変微分、じゃあ微分ですね、の積。それから f の y による変微分に、今度は y の t による微分と、こういう積の和の形でこう表すことができます。で、先ほど、このある t0 で、この t イコール t0 で、この ft が極値を持つっていうことを言っていたので、ここにこの xt、この t にですね、これ全部 t0 を代入すると、こんなふうな式になりまして、ちょっと記号は見にくいかもしれませんけれども、fx の t0 における変微分かける、x パラメータの x の方ですね、の t0 における微分係数。それから、f の y に、t0 における y の変微分係数に、y の t0 における微分係数の積の和が0に等しいという関係式が成り立ちます。で、こういう式を満たすですね、t0 を見つけるのは、一般にはそんな楽ではなさそうだというふうに思いますし、そもそも、この g の xtyt イコール0を満たすような、こういう xt とか yt という関数の組みを見つけるのも、一般には難しそうな気がするわけですね。
円のような簡単な場合だったらいいですけど、まあ、普通の GXY イコール0で定まる曲線なんかはこういう形の解になっているような XT とか YT というのは探すのは、まあ、一般には容易ではないと思われます。でところがなんですけれども、この式ですね、このこれかけるこれプラスこれかけるこれイコール0っていうのをベクトルの内積として見るんですね。そうすると、どのベクトルどのベクトルの内積って見るかっていうと、この1個目の積だとこの fx のなんちゃらと fy のなんちゃらっていうのを一つのベクトルと思って、であとこの x' の t0 と y' t0 っていうのを一つのベクトルだと思うわけですよ。そうするとこれ内積、これって2つのベクトルの内積の形になっているから、まあ、無理やりですけれども、まあ、こういう2つのベクトルの内積とみなすことができるわけです。で、ここからちょっと調べてみたい、夢よと思うのは、じゃあそのベクトル、この2つのベクトルですね。この2つのベクトルっていうのはそれぞれ何者かということなんですね。で、これは実はこれから説明しますけど、直感的にこういうもんだってことが分かってくると思いますので、まずそれを今日なるべく皆さんに分かるように解説したいと思います。で、2つのベクトルは何だかっていうと、これは F の X による変動関数と Y による変動関数をこう X7、Y7 になる持つベクトルですね。それから、もう一つの方は、このパラメータを定めた X と Y、XT と YT のそれぞれの T による微分ですね。微分成分に持つベクトルです。さて、じゃあもう一つ、最初の方ですね。最初の FX の XY と FY の XY っていうベクトルは何者かっていうんですけど、実はこのベクトルは前回の授業に出てきておりまして、ナブラで定義した、ナブラで書いたこの F の公倍ベクトルというものでした。実は今日ここで出す目的もあって、今から言うんですけど、このナブラっていうのを導入したという一冊もあります。で、じゃあ、このベクトルは、じゃあ何者かって言いますと、これはですね、まあ、これ、fxy のグラフ、先ほどの例題で出ました、この、赤色の局面ですね。これは fxy のグラフなんですけど、この fxy のグラフの、まあ、ある点、このグラフ上における点の、接平面の方線ベクトルっていうのが、fx の xy と fy の xy マイナス1というこういうベクトルでしたね。方線ベクトルも前回復習しました。この方線ベクトルを、まあ、xy 平面と平行な平面に遮影したものを表します。つまり z 成分だけ取り除きますから、そうすると向きだけ残るってわけですね。で、ちょっとせっかくですから、これもジオジェブラで少し見てみましょう。ここですね、ちょっと見にくいんですけれども、あ、そうか、接平面を今入れますね。ここの点での接平面というのは、こういう平面になってます。で、ちょっとこの元の fxy がちょっと見にくいので、一回 fxy 消しますと、この接平面での方線ベクトルというのは、この斜め下向いた赤いベクトルなんですね。で、この赤いベクトルを、Z 成分を取り除いて、この XY 成分だけ残して遮影したのは、この上側にあるこの赤いベクトルになっています。で、この、じゃあこの、ナブラの F ですね、これナブラの F と呼ばれるベクトルなんですけども、ナブラの F とは何を意味するものかというと、実はこの、接平面のですね、勾配、すなわち、最も急に降りる方向、最急降下方向っていいますけれども、その勾配の向きを意味しています。で、まあ、最急降下方向っていうのはもう少し詳しくちゃんと言うとどういうことかっていうと、その同じ距離を進んだ時に、最も坂を下る高低差が高い、そういう方向ですね。それがこのナブラの F で表されるというわけなんです。まずちょっとこれを覚えておいてください。はい。ということで、もう一度言うと、これはですね、このナブラ FY っていうのは、この、FY とそれから Z、この局面上の局面におけるこの接平面の最急傾き、最急降下方向を表すということをちょっと覚えておいてください。
で、次にですね、このもう一個のベクトル、x't と y't なんですけれども、実はこれも以前出てきました、因関数やったときに、曲線 g の xy イコール0乗の点の xt と yt における接線の方向ベクトルと表します。で、これもちょっと、もう一回、ジオジェブラで見てみましょう。これだよね。今度はちょっと接平面が邪魔なんで消しますけれども、そうすると今点がここにありますと。で、ここでその先ほどのベクトルですね、さっき今のベクトルは実はこの横向き左向きの青いベクトルを表しているわけですけれども、これは gxi イコール0の接線の方向ベクトル、ここの点におけるここの点における接線の方向ベクトルを表しているんですが、今この gxi イコール0というのは直線を表してますから、これはすべからく直線の方向を表すわけですね、常に。で、一応ちょっとこの p の点をこうグググッと書いてみても、一応これ gxy イコール0は今直線ですので、まあ、常にこう同じ方向を向いているということがわかると思います。よいしょ。はい、ということで、まずこの x't、y't っていうのは、曲線 gxy イコール0の点、まあ、この点ですね、この点における、まあ、接線の方向ベクトルを表していると。ということはですね、ここでから分かったことは、その今まとめますと、この fxy が gxy イコール0の下で xy イコール ab において極値を持つときに、そこで fxy の公倍ベクトルですね、ナブライフの ab と、それから曲線 c、gxy イコール0乗の点 ab における接線の方向ベクトルは直交するということを、先ほどの内積イコール0の式が表しているというわけです。で、ここで、その直交っていうのをちょっと実感できないかなと思ったんですけど、皆さんの中でスキーやスノーボードやってる人はいますか？スキーやスノーボード、あ、はい、ありがとうございます。スキーやスノーボード、僕もスキーやるんですけれども、そうするとスキーをやスノーボードやるときに、例えば斜面で立ったときに、その前や後ろにこう滑っていかないような、そこで静止できるようなスキーやスノーボードの向きってどう取るかって問題なんですよね。わかります？うん。多分やってる人は分かると思うんですけど、どう取りますか？うん。そう、真横。そうなんですよ。斜面の方向と垂直になるように取るんですよね。スキーやスノーボードの板が。うん。で、もしスキーの板が斜面の、ちょっとでもつま先が斜面の下方を向いていると、前の方に滑っていきますし、逆に、つま先が上の方を向いていると、後ろの方に滑っていくということで、そうなんですよ。前にも後ろに滑らないには、この斜面の傾く方向、最急降下方向と垂直に板を取るんですよね。はい、そうなんです。で、僕はこれに気づいておおと思いましたけども、結局今ちょっとすみません、これは僕のちょっと汚い絵なんですが、なんか斜面があってこうスキーやってると。で、スキーでスキーが勝手に動かないようにするには、ここの斜面の最急降下方法ですね、ナブライフに対してこの板の向きを垂直にすればいいというわけです。あ、ちなみにこの斜面が今はこの z イコール fxy っていう、こう関数だと思うわけですね。で、まあ、だから実はスキーやスノーボードをやってる人はですね、知らないうちにこのラグランジュの未定乗数法を体で感じていたと、かよくわかんないですけど、まあそういうことも言えるかもしれません。で、ついでに言うとですね、例えばスキーでですね、まあ、斜面をこう下ってきてから、減速するためにこう上りに方向転換するという状況をちょっと考えてみましょう。そうすると、下っているときはですね、多分スキーやスノーボードのつま先の方が斜面の下の方を向いてますよね。で、減速するときは逆に、スキーやスノーボードのつま先の方が上を向くはずです。ということは、このスキーやスノーボードの斜面に対する向きというのは連続に変化する、まあ、いわゆる傾きが連続に変化する連続関数のはずですから、そうすると中間値の定理から必ず傾きがゼロになるというのがどっかにあるんですよね。減速下降から上昇に向かう途中ですね、必ずどっかでゼロになると。
そこがこの、ラグランジョの未定乗数法で求める、点、極地を持つ点なんですね。というふうに、実はちょっとスキーの場面を想像すると少しこの辺の話が理解できると思うので、今度スキーがスノーボードに行ったらですね、滑ってる最中に考えると多分転ぶと思うので、滑る前後にちょっとこれを思い出してみてください。はい、で、話はまだ続きます。もう一つ、さらにですね、この点 AB における曲線 C の接線の方向ベクトル、接線の方向ベクトルですね、だからこのスキーでいうスキーの向きですね、接線の方向ベクトルというのは、と、この AB における GXY の勾配ベクトルが直交するんですね。これは前回の授業でやりましたけれども、この曲線 C の接線方向 と、このナブラ G は直交するので、ナブラ G というのは実はこの、この GXY イコール0の曲線における方線ベクトルを与えてますよというのは前回の授業でやりました。実はこれがここで出てくるんですよ。そうすると、FXY が GXY イコール0のもとで、XY イコール AB によって極地を持つときに、AB における X の勾配ベクトルと、さっきはこの接線のベクトルが直交するって言いましたよね。ってことは、この GX の勾配ベクトルは接線にまた直交するわけですから、直交の直交で結局、この F の勾配ベクトルと G の勾配ベクトルっていうのは向きが揃うんですね。それを、向きを揃うというのは、つまりナブラ F の AB は、ナブラ G の AB の、定数倍になるということを言っているわけです。定数倍になっているということを言うと、実はこれはある、実数ラムダが存在して、ナブラ F の AB が、ナブラ G の AB の、あるラムダ倍になっているということを言っています。これもちょっとジェオジェブラで少し確認してみましょう。ですね、見た感じ、この関数はこの辺でこう極地を取ってそうですね。そうすると、あと、確認しておきたいのは、この青いベクトルが2本ありますけれども、この今左に向いているベクトルはこの接線の方向ベクトルです。で、この、右下向いてるのは、これは実は方線ベクトルですね。だから、ナブラ G の XY ですね。でそれから、こちらの赤い方は、どっちがどっちだ、赤い方はですね、これが平らだから、これが、ナブラ F のベクトルです。で、じゃあこれをですね、この点を極地の方向にこう近づけていきます。近づけると、こんな感じですかね。あ、ちょっと過ぎちゃった。こんな感じですかね。大体こんな感じだと思うんですけども、こんなところで、こちらの右側の青いベクトルがナブラ G の XY。それから左側のに向かっている赤いベクトルがナブラ F の XY。ということで、極地を取るところでちょうどこの2本のベクトルの向きが、逆向きか等しい向きかということで、定数倍になっているということが分かると思います。先生、ラグランジュの未定乗数法が求めるとしてもこの点なんですね。で、その、2つのベクトルの何倍になっているかっていう定数がラムダという値になっているわけです。はい。ということで、そうするとですね、ナブラの F の AB は、ナブラの G の AB のラムダ倍ですから、この FXAB、FIAB っていうのは、GXAB、GYAB のラムダ倍ですよと。ごめんなさい、これ、ここ、すみません、このイコール0はちょっと余計ですね、すみません。このイコール0は余計、いいのかな。余計ですね、余計ですね。余計でして、で、あとは GXY イコール0が成り立っていますということで、この式ですね、この式の各成分を取り出すと、このラグランジュの未定乗数法で満たすべき、この主張にありましたこの方程式が導かれるというわけです。ですので、このラグランジュの未定乗数法に出てくるこの方程式が導出されたというのは、こういう背景があると
ということを覚えておいてください。はい、ここまでいいでしょうか。